大義革命録は、新朝第五代皇帝である妖精帝の時代にまとめられた取り調べの一記録。満州人が樹立した新朝の正当性を主張する上で用いられた。妖精八年に出版されている。新朝は満州人によって建てられた王朝であった。そのため、新朝の統治に対して中国の伝統的な開始層からの反発があった。歴代皇帝は、 こうした動きに対しては、強圧策で臨んだが、それだけでは、圧倒的大多数を占める漢民族主体の中国大陸を長期にわたって統治することは困難で、あり、実力の孤児だけではなく慎重の正当性を、論証する必要に迫られていた。大義革命録は、こうした中で世に示されたものである。1728年、中華思想に立脚して、半信。 反助人的な思想を広め、四線総得たけ、正気に成長打倒をそそのかしたとして、創生という学者が逮捕された。一般的にこうした罪状は死罪、その中でも最も残虐な処刑がなされる類のものであるが、この時、創生は死罪を免れた。その代わり、管理の取り調べの中で、自らの思想的な誤りを認め、 新朝の正当性に目覚めるように仕向けられた。この際のやりとりが大義革命録である。すなわち、妖精帝の大いなる義によって、新朝が正当な王朝ではないという迷いを覚まさせる記録ということになり、国家権力による押し付けの形を取らず、清に対する批判を行った人物を許し、徳を通じて改心させた後に告白させるという形式を取っている。 このことで、民衆に対しては、新朝こそ、儒教の教えにかなった王道と、独自主義を施行する王朝であるという主張について、説得力を増そうとする狙いが伺える。中国とは、花とエビスを含んでいると主張した。そして、嘟徳で礼節を知り、民衆の生活を休んじることができる人物であれば、たとえ、漢民族でないエビスの出身であったとしても、 中華文明を担う皇帝にふさわしいとする考え方を示した。その例として、イニシエの名君として知られる、遠いの人であった、趣味や西エビスであった文王を挙げている。こうして、満州人が中国王朝の定位につくことの正当性を論証したのである。妖精帝の後を継いだ、建隆帝は、ジガル部海部を平定して、新朝の半島を最大とした。 このことは、大義革命録で示されている、中華世界を具現化したとも言える。しかし、権隆帝は即一直後の要請13年に、創世への罪状を改めて問うてしのげ遅刑に処し、大義革命録も禁書とした。その理由については明らかではない。ありがとうございます。